はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーです。12月の11日火曜日、定休日にですね、GS50 の練習をというの、まあ動画でもお話ししてたんですけど、袖ヶ浦のフォレストレースウェイだっけ、そちらの方へお邪魔しましてですね、練習の方してきました。袖ヶ浦フォレストレースウェイ、まあ、初めて伺ったんですけどね、まあ立派な施設でしたね。全長も 2.4 キロなんつってね、まあ全日本格式のレースなんかはやるようなメジャーなコースではないんですけどね、まあ、結構4輪や2輪のイベントとかね、草レースなんかでは結構盛り上がってるようでございました。ただまあ今回ね、走らせていただいたのは本当そのコース内の施設の中にね、パイロンを立ててこの区画使っていいよみたいなのをね、1日貸し出してくれるようなスペースがありまして、そこをちょっとこう小さいバイクで8の字とかスラロームとか、できるようなね感じになってましたんで、そっちの方を、走って練習してきたという感じですね。昔のレース仲間にのけてってもらったりとか、今回いろいろとタイミングも良かったんでね、僕のその昔のレース仲間っていうのが未だに現役で筑波サーキットとか大型車でバンバン走るような連中なんですけど、その中でもジョージっていうのが、トランポに GS50 と、まあだその彼も XR の100購入してちょっとやっと仕上がったばっかりで、今回が初乗りだったんですけどね、改めてまたちょっと小さいバイクで練習を始めたいということで、タイミングよく僕も声かけてもらったんで一緒にうにょうにょやってきましたうにょうにょね、なんていうかね、本当に狭い区画を借りて、小さいね、サッカーの練習なんかで使うような、なんていうんですか、カラーコーンみたいなの、たくさん置いてコース作ったりとかしてぐるぐる回っただけなのでね、絵面がしょっぱいんですな。特にそんなにお見せできるような見て楽しい内容ではないと思いますんで、一応行ってきたんですよっていうご報告だけになっております。まあまあそんなんでね、あまり期待しないで、こちらドゥーズあんまりお見せしたくないはい、こちらが袖ヶ浦のフォレストレースウェイですね。まあ言っても、施設内の敷地の中をぐるぐる回っております。これはぐるぐるこう円を描くようにね、今僕が行きましたけど、ぐるぐる回る、左回転右回転やって、もう目回っちゃった後にこの8の字の、特練でございます。ちょっとどれぐらいで見えてるんですかね、3台ぐらいこうやって走るのが目いっぱいぐらいですかね、広さ的にはね。多分8の字ももうちょっとこうストレートの区間取れるような8の字もやりたかったんですけど、ちょっとね、コース的にはこの辺が目いっぱいかなという感じでしたね。先ほどの黒い XR モタードの方がジョージのお友達、赤いこの XR モタード100ですね、ジョージが引っ張ってくれてます。まあ、大体まあ僕もねこれジョージと走るときはモチベーションが上がって、待てーっつってねやってはいるんですけど、まあ、ちょっと今回ターさんのねアドバイスもあってタイヤ新品ぶっ込んでいったんですけども、まあ大正解でしたね。やっぱね食いが違う、食いが走り始めてすぐにもうステップガリガリいっちゃってね、僕のスタイルからいくともう一寝かせしたいかなっていうところあるんですけど、もうステップすっちゃってるともうこれ以上はどうにもならないので、あとはね、アクセルワーク、ステアリングワークなんかで、あとはねブレーキングの姿勢の変化なんかでこういかに速く走らせるかって言ったらね、同じ条件でターさんなんかはもっとスピードうまく乗せてるもんで、やっぱね奥の深いスポーツだなという感じはありますよね。まあでも昔やってた時のね、GS50 で、まあターさんと耐久レースなんか、バシバシ走ってた頃の、時でいけば、そうですね、100% までいかないですけど、このコースでリアブレーキなんかもうまく踏めないような感じだったんで、どうだろうな。まあでも 80% ぐらいまでは戻ってきたんじゃないかな、感覚としては。あとはもうちょっとこう上半身の使い方とか、こう、ステアリングワークとか、ブレーキしっかりもうちょっと握れればなとかね。
あとこんな感じではありますけども、一応こうライン取り考えたりとかいろいろ試しては見てたんですけどね。あ、これウィリー失敗しました意外とスパッとクラッチが切れなかった感じかな。まあ、もともとウィリーそんなに上手な方じゃないので、これ以上恥はさらしたくないんで、カメラには映ってませんけども、はい、また練習しまーすやっぱこういうところでウィリーなんかポンとね、できるとかっこいいなというのが、二輪乗りの差がとしてありますので、本当はカットしたかったんですが、まあこれからね上手になっていけばいいかなと思いますが、はい、でこれ一人で8の字を一生懸命やっておりますけど、もうね、なんていうんですか、もう目回っちゃうんですよね、ほんとね。ぐるぐる回って、ちょっとここのとこ仕事の疲れもあったのかな、ちょっとおえっときましてね、まあジョージも言ってましたけど、もう目回っちゃってっつって、こういやー危ないとこでしたよもう回りすぎ注意じゃん。本当もうこういう練習することによって、アクセルワークとかボディーワークとかね、まあ、あとはちょっと8の字切り返す時にスパッとこう体を入れ替えるところなんかって本当にね練習になると思いますんで、まあ、こういうライディングのスキルっていうのはまた街中を上手に走る時にも役に立つんじゃないかなというふうには思ってるんですけどね。まあまあ面白いですよ、狭かったけど。あとこれジョージが仕上がったばっかりの XR をね、乗ってもいいよなんていうんでちょいとお借りしたんですが、まあなんていうかね、すんげえ綺麗に仕上がってて、カスタムなんかもすげえ施されてるんで、まあパワーも出るようにいろいろとカスタムもしてありますしね。まあ言ってしまえばもう塗装なんかも綺麗にされてた、まだ上がったばっかりの車両でございますんで、何せね持ち主の本人もジョージも今日が初乗りだっていうんで、気軽に借りたはいいもののね、ひっくり返るわけにもいかないんで、まあちょっと膝すりぐらいのところでやめといたんですけど、で面白かったですね。力あるからやっぱ楽しいな、こういうのな。ほんと慣れてくるとこうモタードのね、ドリフトみたいな乗り方なんかもできる車両だと思うんで、パワーがあればあるほどこういう車両は面白いですね。あとはもうジョージのライディングでも半日ぐらいでステップが削れて半分ぐらいになっちゃってたんで、あ、危ねえな。なんか対策打たないとまずいんじゃねえかなと思いますけどね。ステップ、みんなどうしてんだろう、すりながら、ねえ、ガリガリすりながら走るもんなのかな、どうなんだろうな。まあまあ、面白かったですね。これでまた、まあ、ちょっとこれで GS50 で挑もうっていうのはちょっと甘かったな、やっぱり。すんげえ早かったですよ、これ。はい、仕上げにミニコースを作ってジムカーナごっこで追いかけっこですね。またこういうのがね、ギューンといったここでブレーキギュー、はい、右に回りこう、切り返して左に回りこう、はい、もう一度右に回りこうで、はい、ギューンつって、はい、もう一回ギューンって右飛び込んでギューンで右に回りこう、まあ、タイヤが新品になってて空洋になった分だけまたブレーキが効かねえ効かねえっていうね、あちらを立てればこちらがっていうね、まあまあ、こうやって反復練習を繰り返すことによって体に叩き込むということでね、僕の感覚もだいぶ戻ってまいりました。今回協力してくれたジョージにもね、富士スピードウェイのカートコースの企画の方、声かけてくれたら XR 持ち込むからねなんて言ってくれて、まあ、なんていうか僕対、ね、GSXR 対 XR モタードのジョージという、対決の方も僕の方は楽しみになってきた企画でございますね。ぜひやってみたい、うん、まあ今じゃちょっと今現段階ではちょっと勝負なんないと思いますけどね、現役バリバリで走ってる人ですんで、まあ、僕の方ももっとリハビリ進めていかないとなという形ではございます。はい。まあ今回ね、トランポに乗っけて、連れてってもらって、ジョージにね、感謝しております。まあ動画見てるかどうかわかんないけどね、今回は、はい。おまけに、最後のおまけに、ジョージの、ジムカーナ。まあやっぱ現役で走ってるだけあって、
て上手なもんでございましたね。さあ、このね企画も楽しみになってまいりました。曇りなき眼で見届けよということでね、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございます。